ビワチャンネル始まるよ。全員集合。はい、どうもお疲れ様です。いつもご視聴ありがとうございます。ビワチャンネル K です。今日は妹エースにこのスライドレール、セカンドシートのを後ろへ下げたりとかスライドさせるための杖をたまたま僕が持ってたんです。で、自分のにつけようと思ったけどつけなくて終わっちゃったんで、それを言ったら欲しいということでつけようと思います。で、今日これは6型のディーゼルの四駆で、もうなんか知らない間にいろいろついてましたね。これもなんか自分で夫婦につけたみたいで、これどこだっけ、これ多分そんなに高いのじゃないです、そんなに高いのじゃないです、通販でそんなに高いのじゃないやつで、これがあれか、フラッツェリオのシートカバーついて、で自分たちでこれを貼ったやつ、貼ったというか敷いただけですね、敷いたやつで、で、あの足マットもそうだし、もうこういうふうにオーディオもアルパインが入ったり、なんか知らない間にハイエースで影響されてるみたいで、いろいろついてるみたいです。だからここがね、これをつけたらここが狭くなるということで、まだ子供が小さいからいいんだけど、ちょっと後ろに下げたいということで、このスライドレールをつける作業をやってきます。ところどころ自分いなかったりいたりすると思うんで、あの編集長もいないんで、カメラマンは妹エースがやってますんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは始まります。これ何、こんなに簡単に撮れるのこれあ、これで止まってるだけなんだ、ね、これで止まってるだけ。へー、これなんかいいよね、なんか高級感ってよくね。そうそう、あとみんな板ばっかだったから、うん、なんかこれ急にちゃんとワゴンになった感じじゃん。ここはあんまりみんなに見せてないけど、あの純正のオーディオとか、エアロをつけたりする工場です。そんな風な使い方をしているところですね。これエアロだったり、ここでね、ちょっと前はフィルム貼ったりしたんですけど、まだ俺が使ってる頃の名残が、ここにリバティの加藤社長が鎮座しています。このレールは自分らも初めてつけるもんで、やり方がいまいちわかんないです。まあでもシート外して付け替えるだけだよね、多分ノリ的にはそんな感じだと思います。これもいいよね、高級なナビが入ってていいよね。画面はでかい、画面はでかい。これなんかこう、これ子供の体温計、体温表持った、こう忘れないように、ね、もうこれで取れる。工事が登れる。キッチャンの方があれすが、工事が登ってってし、向こうへ、キッチャンの方へ下ろすみたいな。で、サンダルも持ってってやって。今日持って重たいな。ちょっと汚いな。すいません。エアでやっても。いや、ちょっと。上に乗っかる。これやっぱ外すよね。うん。必要に応じて切り込みを入れてキャッチバーを外してくれる。これ一回取るか。うわ、すげえ、これ何しみ、何もこんなしみてんじゃん。だ、じゃあ、麦茶多分こぼした一回。マジっけあれあれ、えらい広いじゃん。じゃかなり来てただね。だこれ、かびるぞ。かびそう、うん。このシートが引っかかる、これなんていうの、シートが引っかかるキャッチ。キャッチバーを外して、これは再利用。再利用。ここに、シートレールを乗せると。これなんか麦茶って言ったからいいけど、麦茶じゃなかったら何ってなっちゃうね、このシミ。小さい弁って書くやつ。小さい弁って書くやつ。言わなくていいから。俺でも傘かなんか入れた時に濡れてっちゃうのかな。いや、こんなに傘のあれは出ないから、もしかしたら。いいの。編集長が編集するからいいっていうのも言っちゃダメだからね。っていうのもダメだから。
馬と鹿って言わなきゃならない。お前馬と鹿かって言って。馬鹿。おお、これがこれで位置が合うってことですね。ってことはやっぱりそのなんか若干切らなきゃダメだね。ってことはこれを引いた上でやらないとダメってことだね。ああそうか。一回引いてでカット。まあ海外製だからぴったりはいかないよね。こういくよ、いくよね。なんとなく分かってきた。なん多分ちょっと一個分からんやつがいっぱいあったけど、こんなにわしは噛まない。さすが海外。それ多分締めていけばさ、はい、ここが曲がっていくと思うんだよね。なんか高さ調整でこのわしゃを入れて。高さ調整言うけど、これじゃモノタリングリあるだけの。あれ、きちゃ抜けになってる角度、うん、抜けるね。これだってじゃあネジも締めれないってことじゃんね。わしゃなんか違うもん。でかいわしゃ入れなきゃダメだ。ダメだね。ワッシャーの意味してねえじゃん。うん、ここ引きますもんね。うん、これどっちかに行かなきゃいけないんだろうね。真ん中だと危ねえよ。車外部品？車外っすね。難関だよ。どう？それが曲がらないとダメか。これが曲がらない。曲がらないとっていうか入れながら曲げていくしかねえのかな、じゃあ。多分。だけどワッシャーがみんな抜けちゃうんだよ。で穴がでかすぎるもんね。そう余裕があっていいけど、そもそもね海外製だなやっぱり。なんか板の板ワッシャーみたいなのねえかな。ここやっぱり曲がった。あ、これ使ってないんだ。これ見えんくて穴これ結構下がるね。後ろ下がりますね。下がりそうですね。うん、今度これが邪魔になるからね。レールが邪魔になったりして。ワッシャーがなきゃダメですね。ああ、うん、ワッシャーじゃ買いといで、うん、ああ力が強すぎてバシャンって曲がっちゃう、うん、落ちたり。あれここね。あれ、うん、あそのそこここにないかな。さっきいやこれは違う。あ違う。ここあこれはここにも一個あるよ。ついてたやつ。ここにあったやつ。あそこに1個あるよ。あの掃除機んとこ。あここへゴムマット置いちゃうな。おしゃれです。動きは重いでしょ。絶対重いと思う。すごいすごい。ちょっとすごいよ。見てこれ。だってこの辺だったじゃん。重いじゃん。この辺だった。ここですね。ここが純正の位置だから。30センチは後ろへバックしてね。うん、足届いてね。すごい。足りない。足りないやつは足が。つっちゃう。これで、あ、ちょっと一回試しにね、ここ乗っける。ここでも使うんだ、バリ。どれどれ。ほら、なんかいいじゃん。お、あ、今度無理しんで大丈夫。なんかいいじゃん。うん、広い。だいぶ広くなった。うん。これでもさ、自転車が、まあ、詰めれるか。うん。子供のだけだったら大丈夫。子供たちだけだったらいいよね。ああ、ベルトも。ベルトもまあまあ、普通に。ああ、まあ普通にいけるね、うん。これは意外といいじゃん。ここだけちょっと。ここだけなんか考えれば。これドキンこの車。はい。じゃあここに、1枚のペラの角がないやつを置いて、でここをごまかして、うんうん、そこの上にトレーを置いて、今度トレーがシャブンダリングであるって言ったのね。何が今の順あの今のはここへ置いて、うん、そのペラああそのなんかで靴脱がしちゃえばいい。ここで脱ぐよ靴は。あ脱いでる、うん、あじゃあいい。えこんな広くなるの。これ良かったでしょ。取り付けでブーブービービーブーブービービーだって2人でやってくださいって感じ。これ当てもしなかったから。ああ。なんかつけなかったもんね。まあいいか。これはすごいね。リムジンみたいじゃん。うん、ほんとここだけ見て。ワインワイン
子供たちが。ああすごい。お願いします。割れ物でやって。中に振り組む入ってるんだ。わかりました。はい。すごい。お願いします。はい。じゃあこの通り着きました。ここがね、30センチぐらい広くなる。もっとかな。まあでもつけるの苦戦しましたね。まあやっぱ海外製品買わない方がいいです。こういうのは海外製品しかないんですから、ね、一日仕事ですね。今はこんな風な使い方がこうもっと後ろにもできるし、あのアルファードが広くなった感じがします。こんな感じで、あとはこの車を車高を上げるのか下げるのかわかんないけど、またそのうち出てくると思うんで、参考になれば。はい、じゃあ今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございます。じゃあ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではさようなら。